ルダークネスアイドルレボリューション。はい、どうもこんにちは、サルウィンです。滑舌が悪い、うん、というわけで、というわけで少し働きすぎだ。トラドルの倒れては仕方ありません、実況というか最終日の実況をしていきたいと思います。まずね、こっからいきますか。衣装見ていきますか。あとはいいよね。キャラってなんだっけ。なんかこれって確か、でもそうか、プロフィール紹介、あれのボイスは全部あれで聞いたんで大丈夫かな。うん、大丈夫っすね。じゃあ衣装いきましょう。これねすごいっすよね。なんか IR の衣装まで撮ると、枠からはみ出ます。まあ、ちなみに IR の衣装撮ったのヤミちゃんだけなんですけど、まあ、ヤミちゃんは最後に見よっかな。というわけで、ララからいきましょうか。ねえ、だから IR の衣装なければ綺麗になるっていうね。着替えていくよ。最難攻の制服です。これ結構時間かかるかな。かかるような気もするし、かからない気もする。あ、そんなかかんないかな。というわけで、全キャラ、かからないかな。大丈夫か。10分ぐらいに収まるか。収まらない気がするな。収まんないんじゃないか、これ。なんか、各キャラだけで、まあ、それ、ララが。どうかな、似合ってる？ちょっとかぶった、ごめんなさい。これさ、ああ、やっぱりできるんだよね。一応ね、これコピペっていうか、ペってできるんですよね。次。ああ、これ、各キャラごとになるかもしれないです。意外と時間かかるかも。衣装なんか着替えないからね。あれ、なんか重ない？こんなもんか。どうかな、似合ってる？似合ってる。これもちょっとできんでね。これってか衣装名みんな忘れた。レッスンスタイル、これがスターリーアイドルね。結構ね、専用、このゲームのやっぱ衣装かわいいっすよね、ほんと。あー、これダメかもしんないな。てか、結構時間かかるぞ、これ。大丈夫かな。まあ、今日はね、もう、てか、今月はもうトラドルと付きっきりで、と考えてたんでね、もう頑張っていきますよ。てか、冷えピタ反応すると。似合ってる。次これ、フローラルグリーン。これなんか動きのアクションとか見れるといいんだけどな。似合ってる。何や今のと。次、スターリーブルやってる。これもうちょっとあれだよね。この2、基本さっきの立ち絵と2パターンぐらいしか見れないんだけど、
こんなもんだっけ。なんか衣装ってもうちょっとそのアクション要素が見れるといいんだけど、うん、そんなもんだったっけな。あーでもあれか、オフィス画面とかだとあれかな、いけそうな気がする。そこヤミちゃんだけやろうかな。えへへ、どうかな、似合ってる？似合ってる。この衣装かわいいよね。これが夏服。もう今一瞬着替えたけど、一瞬ね。いや、各キャラ約10分かかるぞこれ。でヤミちゃんは多分ちょっと時間かけたいから大変だ。まあ一応今日の日中も使えるからな、3時まではあるからなんとかなるかな。問題私の体調か。えへへ、どうかな、似合ってる？似合ってる。はい、これなんだっけ。これなかなかあれだよね、ホワイトプレジャーだから一瞬見えんのやめてみたいなそういう仕様なんだこれ。これは斬新、斬新これは割とあれだよね。っていうかあれだよね、モバゲー版ってもうちょっと衣装あった気がするんだよな、確か。確かね。うん、やっぱ衣装の数も足りない気がするな。似合ってる。なんで水着ハッピーサマやってる。はい、ってな感じでちょっとね、ただ確認したいことがあるんで、ちょっとこれでそれで確認しましょう。最近仕事をしていると、これやっぱりさ衣装が出るんですよね。ねねねね、イラスト、イラストでいいんだよね。イラストで、あ、そっか、あーだよね、こうなるんだ。そうなるわけですよ。だちょっと試しにこれでラッラーにしてあげるとね。アイドルって楽しいね。アイドルになってよかった。ありがとう。これってでもなんか何パターンか。ちょっとくすぐったいよ。っていうぐらいの動きは見れる。わけですね。で、もう、これを何回か繰り返すとなるやつがあるわけですけど、そこまで行くか？いや、それ結構時間かかるんで、ごめんなさいか？最後だからな。ぬー、ちょっと待ってて、時間がちょっとね、そこまではきついかな。闇ちゃんだけで許してください。ってことでいいかな。ね、うん、じゃあ各、まあヤミちゃんも全部ぶっちゃけ各全部全ての衣装でやるつもりはないです。うん、ごめんなさい、そこはすいません。というわけでじゃあこんな感じでいきますね、衣装紹介は。というわけでどうも、じゃあご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。